3家のイメージを払拭するために、このデザインを変えるということも重要だというふうに思っています。そしてトラックの中もやはりより清潔に、快適に過ごしていただける車両をご用意するということと、職場環境を全てですね、倉庫内もそうですし、点呼場もそうですし、こういったものも環境も変えていかなければいけないかなというふうに思っています。岡山市の両備ホールディングスが新たに導入したトラックにはワンダフル瀬戸内と車体に書かれ、瀬戸内エリアを意識したデザインとなっています。困難に対応する柔軟性や働く社員の満足感をコンセプトにしたといいます。こちらが今回導入された新しいトラックです。車内のスペースは大変広く、快適な運転ができそうです。物流の2024年問題は、トラックドライバーの長時間労働の改善を目的に、来年4月1日から年間の残業時間に960時間の上限を設けるものです。それに伴い、今のままでは輸送能力が 14% 不足するとされています。両備ホールディングスでは、今年4月に平均で 5% のベースアップを行ったほか、保有するトラックおよそ450台を今後9年間かけて快適性を高めた車両に変えていくなどし、魅力ある職場づくりに取り組むことにしています。